フジテレビの山本です、はい、よろしくお願いします。私からは特にありません。あ、はいはい、患者者から2問ございます、はい、まずは再生可能エネルギーの買取に関して、うん、はい、ワーキンググループを立ち上げるということなんですが、はいはい、いつ頃までの取りまとめをお考えでしょうか。はい、今回 の、 その電力会社による、回答の保留に関しては、あの再生可能エネルギーをやりたかった発電事業者にとって大変大きな影響を与えているというふうに承知をしています。ですので、新エネルギー省委員会のもとにワーキンググループを作って、第三者によってしっかりこれ検証していきたいというふうに考えています。できるだけ早く作業を進めていきたいと思いますが、ただまあ技術的なことでもありますので、一定程度の時間は必要ではないかと思っています。年内をめどに結論を出していきたいと考えています。もう一つなんですけど、仙台原発再稼働に関しまして、うん、はい、9日に地元説明会が開かれますが、はい、経産省として大臣を出席されるご予定はありますでしょうか。はい、10月の9日から5市長において、説明会が開催されるということは承知をしております。私も含めて、経済産業省地元の方でご要請があればいつでも行ける準備をしておりますが、現在のところそうした要請は来ておりません。田島さん、いかがでしょうか。1、2問でお願いします。はい、西日本新聞の田中です。仙台原発の関連で、うん、地元から要請があれば大臣に行かれると思うんですけど、はいはい、もし薩摩川内市議会が再稼働に同意しなかった場合、大臣が地元に入って理解を求めるようなことっていうのはお考えでしょうか。家庭についてはちょっとお答えしづらいかと思いますが、大事なことはやはり地元においてどのようなご要望があるかということをしっかりこちらが聞いておくということではないかと思いますので、これまで通り引き続き地元としっかりコミュニケーションを取っていきたいと考えています。もう一問だけ。TBS の会です。はい、仙台原発の、再稼働に反対する文書と、反応が大臣に届いたと思いますが、原発大臣の方に。はい、経済産業大臣宛てに刃物が郵送されてきたということは事実であります。今警察に相談中でありまして、コメントは控えさせていただきたいと思います。はい、すいません、終わります。はい、ありがとうございました。